どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ねご紹介したいと思います。ということで今日はねちょっとミニシアター系の映画になりますね。ドンバス、はい、こちらはセルゲイ・ロズニッツァ監督の2018年の作品となっています。セルゲイ・ロズニッツァ監督といえば以前僕のチャンネルで国葬というドキュメンタリー映画のレビューしたことあるんですよ。スターリンの国葬を淡々と映した実に興味深い貴重な記録映像を集めたドキュメンタリー映画でした。この方はドキュメンタリーだけではなくフィクション劇も手掛けるんですね。で、2018年の作品がどうして今頃劇場公開されたのかについてはもう皆さんね分かってると思います。言うまでもなく今年の2月にロシアがウクライナを侵攻するという歴史的な事件がありました。相手がロシアという大国だけに NATO も国連も介入できずウクライナ孤立無援の状態で蹂躙されています。第三次世界大戦が起こるんじゃないかと不穏な空気に終末すら感じてしまいます。そんな状況ですから2018年と4年も前の映画が実にタイムリーなものになってしまったというわけなんですよ。ウクライナ侵攻がなければおそらくスルーされていただろうこの作品がドンバスというわけですね。日本より遠く離れた国で起きた悲劇によってこの映画が公開されるということになってしまいました。最近レビューした親愛なる同志たちへもウクライナ絡みで公開された映画の一つでしたよね。こちらの映画のレビューもぜひ皆さんチェックしてください。ドンバスというのは地名です。ニュースなんかでも時々出てくるので聞いたことがあるという人も多いんじゃないでしょうか。2014年に一方的にウクライナから独立を宣言して親ロシア派勢力によって実効支配されているウクライナ東部がドンバス地方です。画像ね貼り付けておきましたので、まあ、地図のねあの右側、東側をチェックしてみてください。注目してください。正確にはルガンスク州とドネツク州を合わせてドンバス地方と呼びます。ロシアのプーチンさんはルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国の独立を勝手に承認したわけですよ。それもロシア国内にあるならまだしもウクライナの中にある、この2つの州をですねの中にウクライナの中に、2つの独立国家を勝手に承認してそこに平和維持を目的としてロシア軍を派遣することを指示したんですね。要はウクライナにありながらロシアが実効支配を握っている地方がドンバス地方というわけです。ウクライナという国もなかなかに複雑なところでロシアにつくかそれとも西側諸国につくかで国内で分断が起きているんですよ。プーチンが2つの共和国の独立を承認したけどももちろんウクライナは承認なんかしていません。困ったことにこの2つの勢力が殺し合いを始めちゃったわけなんですよね。本作の中でノボロシアという言葉が何度か出てくるんだけどこのねノボロシア、この映画を理解するにあたってはね把握しておく必要があります。起源は18世紀末にロシア帝国が征服した黒海北岸部地域を指す地域名で新しいロシアを意味します。親ロシア派は実効支配するドンバス地方に樹立したドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国からノボロシア連邦を作ろうとしたんですね。でプーチンさんがこの2つの国家の独立を勝手に承認しちゃってそこを拠点に侵略戦争を開始したというのが、ウクライナ侵攻のいきさつとなっております。ということもあって今回のウクライナ侵攻を語る際にドンバス地方は欠かせない地名となっております。道理でニュースなのでよく耳にするわけですよね。でこの映画ってどんな内容なのかというとこれがなんともね世にも奇妙な物語になっちゃってるんですよ。戦争にもねいろいろありますよ。でも一番悲惨な戦争って何だと思います？僕はね内戦だと思いますね。だって同じ国の人種が殺し合うなんて辛すぎるでしょ。隣人同士が殺し合ったりするわけですよ。
敵国同士の戦いならまだしも、まあね、まあ、日本に例を例えれば日本人同士の殺し合いってやっぱりきついじゃないですか。まあ、相手がねイギリス人とかアメリカ人だとかフランス人だったら、まあ、別にいいと思うんだけど、やっぱり日本人同士の殺し合いってやっぱちょっときついと思うんですよね。内戦とか内紛というのは相手に対する憎悪の深さが尋常じゃないですからね。身内であればあるほど憎しみが深くなるのが人間という生き物です。内戦である、例えばボスニア戦争なんかもね、そうでしょう。あまりにも相手が憎すぎて民族浄化なんておぞましいことをねやっちゃうわけですよ。ルワンダの大虐殺もそうでしたよね。おそらくこのウクライナ戦争はおぞましい戦争になるんじゃないかと思います。というかもうすでになっていると思います。報道されてないジェノサイド、まあ、いわゆる人道を踏みにじった大量殺戮が各地で起きているんじゃないでしょうか。本作はそんな戦争のおぞましさをブラックユーモアとして描いてるんですよ。ブラックユーモアですよ。だけどね、さっぱり笑えない。そもそも戦争を笑うなんて不謹慎ですよね。だけどそういうね、正論関係なくこの映画ね、笑えないんですよ。それほどまでにこの戦争はおぞましいんです。でもね、多分この笑えないブラックユーモアっていうのはあえてそういう風に仕立てているんじゃないかと思うわけですよ。そうやって戦争の本当の意味でのおぞましさを描写しているんじゃないかな。そういう映画だと思います。とはいえこれはね、そこまで意図したものではないのかもしれない。だって2018年の映画ですからね。しかし今は2022年、ガチでウクライナ侵攻が起きてしまいました。だからこそなおさら笑えるブラックユーモアにはなっていません。本作は13個のエピソードから構成されています。それぞれは独立しているので、ちょっとした短編集というか、ショートショート集みたいな感じですかね。あるエピソードで主要人物となったキャラクターが次のエピソードでもちょっとだけ顔を出したりするので、それぞれのエピソードは微妙に地続きになっています。もっともこの戦争、このウクライナという土地は当然地続きになっていますから、地続きになっている地域で起きている戦争だからこそこのような地続きな短編集にしたのかもしれないですね。まずは一番最初のエピソード、男女がお化粧しているんですよ。メイクルームみたいなところでお化粧してんのね。どうやら映画の撮影らしい。でおばあちゃんがね、私は役に入り込んでいるんだってね、妙にプロ意識をアピールして周りの役者さんたちにマウント取ってるんですよ。で、あ、出番ですよってスタッフがやってきて、彼らは一斉に撮影現場まで移動します。するとそこに広場に止めてあったバスが突然爆発するんですよ。で先ほどメイクしていたおばちゃんがテレビカメラの前で、通りかかったらいきなり爆発したのよ、一体なんてことするのとかね、わめくわけですよ。もちろんこれは撮影なんだけど、何の撮影かわかりますか？そう、フェイクニュースの撮影だったんですね。親ロシア派であるドンバス地方の勝手に独立した政府がウクライナ側のテロ行為をでっち上げているわけですよ。要はこのバスはね、ウクライナ側が爆破させたと。で、みんなキャー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 言ってるわけですね。このメイクシーンとの対比がすごく間抜けな感じで、笑えるっちゃ笑えるんだけど、こういう情報操作が行われていることを知っている僕たちからすれば、やっぱりね、笑えないですよね。もう最近のニュースってどこまで真実なのか分かったもんじゃないじゃないですか。日本のメディアはロシアが一方的に悪いという論調で報道されていますけど、それも本当なのかなって疑っちゃいますよね。もしかしたらプーチンは僕たちが見えてない巨悪と戦っているのかもしれないですよ。フェイクニュースなどの情報操作によってプーチンが悪者だと僕たちは思わされているのかもしれません。まあ他にもね、この映画いろんなエピソードが詰め込まれています。120分の上映時間に対して13本入っているので、1本あたりは10分足らずといったところです。でね、この中で特に一番面白かったのがドンバス地方の地方警察のエピソード。
これがね、笑っちゃうんだけど、うすら怖くなったエピソードなんですね。まあ、どういう話かっていうとね、まずね、車を盗まれた男が、車が見つかったからと警察から連絡を受けて、警察に引き取りに行くっていうエピソードなんですよ。で、その男の人ね、警察に行くと、こわもての警察官がね、対応してくれました。出てきたんですよ。で、車を引き取りに来ましたって言うと、だったらこれにサインしてって言って、書類を渡されるんですよ。で、サインする前に、まあ、内容を読むんですね。そうすると、私はこの自家用車を警察に委託しますって書いてあるじゃないですか。どういうことってなりますよね。委託するってことは、警察に自分の車を無償で提供するってことなんですよ。で、この車ね、ジープなんだけど、結構高い車だったのね。で、仕事にも使うし、幼い娘の送り迎えにも必要なんですよ。当然、男の人は、いや、譲るわけないじゃないですかって拒否します。そうすると、その警察官は、今あんたさ、戦争中だから、もう寄付しちゃいなよと、なおもう書類を強引に押し付けてくるんですよ。いや、だから無理ですって、勘弁してくださいよって言うと、そっか、まあだったら10万ドルでいいわって。あ ?10 万ドル何が？だから10万ドル払ってってば。なんで車まで取られて10万ドルも払わなきゃならないんですか？いいの？そんなこと言っちゃって。娘さんの送り迎えは我々がやっちゃうよとか言い出すわけですよ。これもう完全にね、脅迫強要なんですよね。車を渡さなければ、娘さん、家族を襲っちゃうよって。で、なおかつ車取られるだけじゃなくて、10万ドル払いって言ってるわけですよね。10万ドルって言ったら1000万円ぐらい ?1200、300万か。そんな大金まで払いと言ってるわけですよ。ありえないでしょ。だけど、こんなことがドンバス地方では横行しているというわけですよね。で、この男は車を奪われた挙句に10万ドルも払わなくちゃいけないわけですよ。で、その警察官に、じゃあ今からさ、あっちの部屋で家族に連絡して、今すぐ10万ドル用意してくださいって言われるんですよ。ねえ、もうまるでマイファミリーの誘拐犯みたいなこと言われるわけですよね。まあ、男はもう完全にビビっちゃって、もう観念したんで、その携帯持ってね、その部屋に入っていくんですよ。すると、その部屋には他にもたくさんの男がいて、みんなね、電話してるのね。今すぐ10万ドル用意してくれって、そうしないとやばいんだって。みんなね、血相変えて電話してるわけですよ。ここね、警察署なんですよ。いや、怖いですよね。このエピソードだけはちょっと笑ってしまいました。あと印象的だったのは、これね、一番最後のエピソードなんですけど、実はね、これだけ、一番最初のエピソードの続きになってるんですよ、一番最後のエピソードが。だから、一番最初と最後、まあ、プロローグ、エピローグみたいな関係になってるんですけどね、これがね、なんともひどいんですよ。まさに恐ろしや。まあ、ちょっとネタバレになるので、ちょっと触れませんけど、それ以上は触れませんけど、一番最初がほら、フェイクニュースの、役者さんたちのね、フェイクニュースを作る動画、映像だったんですけど、エピソードだったんですけど、その彼らがどうなってしまうかっていうね、エピソードなんですけど、いや、まさに恐ろしや。もう完全にここら辺はね、ブラックユーモアなんだけど、面白いんだけどね、さっぱり怖くて、恐ろしすぎて、笑えませんでした。はい、ここら辺で評価額を出してみましょうかね。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画ドンバス、評価額はズバリ800円。本作、まずこの映画をちゃんと楽しもうと思ったら、やっぱりウクライナ情勢を把握しておく必要があります。でね、正直13本のうち10本くらいは僕には内容が理解できませんでした。何が起きているのかも把握できなかったエピソードも少なくありませんでした。まあ、これは僕の知識不足もあるんだろうけど、それ以上に説明不足すぎて分かりにくいんですよね。まあ、監督はちゃんとこの物語を説明しようとはしてないんじゃないかなと思いました。
分かる人だけ分かってもらえりゃいいというか、まあ、ドンバス地方の人間ならこのエピソードの意味分かるでしょみたいな、もう完全に内輪のノリなんですよね。内輪のノリなんですよ。日本人の僕たちからすればもう誰がロシア人で誰がウクライナ人なのかも見分けがつかないんですよ。さらにその中でもどちらの立場に立っているのかもわからないので彼らの行動原理がね把握できないんだよね。でこの映画ね、出てくる人たち、男も女も若者も老人もいきなり怒鳴ったり殴りかかったりするんだけど、一体彼らが 何に対して怒っているのかちょっと分かりにくいエピソードも少なくないんですよね。パレスチナ問題と同じで、まあ、いきなり空爆を受けて家族や友人たちを殺された人たちの怒りのやり場がもう完全におかしなことになっちゃってると思うんですよ。ドンバス地方っていうのはね、かなりこのウクライナでは東の地方にあって、まあこれが新ロシアとかもうかなりロシア寄りなんですよ。ロシアに属したい人たちがたくさんいるし、もともとロシア人が住んで、もともとのロシア人がね、ドンバス地方に移り住んでるっていうことも多くて、かなりもうドンバス地方っていうのはイコールほぼロシアなんですよね。だけどドンバス地方よりも、西側っていうのはどちらかっていうと西側諸国寄りなんですよ。資本主義的なね、考えの価値観の持ち主が多いってことですよね。だからドンバス地方の人たちは西の地方に住んでいたという理由で攻撃したり傷つけたりするんでしょう。まさに分断が引き起こした悲劇ですよ。こういうのを見ると人々を殺し合いさせるって結構簡単なことなのかもしれません。だって2つに分けちゃえばいいんですから。僕も以前偶然屋という小説で、職場や学校で分断を与えて殺し合いを引き起こす悪魔のような人間を描いているんですよ。とはいえこの日本でも分断によって引き起こされたバトルって結構日常にありますよね。あちらこちらでも見受けられますよ。まあ、例えばね、プレイステーション愛好者と任天堂スイッチの愛好者、あとコンピューターであれば Windows のユーザーと Mac のユーザー、ネット上ではこんな分断ですら激しい口論や対立を引き起こしてますからね。人間がね、血を血で争わせるって、まあ、結構簡単なことだと思うんですよね。まあ、現在渋谷のシアターイメージフォーラムで2週間限定の先行上映が開催されています。何度も言うように分かりにくくて、まあ、決してね面白いとは言えない映画なのであんまりおすすめはできないかなとは思うんですけど、それでもねとても見る価値のある映画だなと思います。分断によって引き起こされた争いの世界の中にいる人たちってどうなのっていうことがね、まあ、特にこのウクライナ情勢っていうものが、まあ、こう映像を通してその空気感っていうのがね、この映画ものすごい伝わってくるわけですよ。こう思うと僕たち日本人って本当に平和だなと思うわけですよね。まあ、第二次世界大戦で負けちゃって、まあ、アメリカの庇護のもと、結局第二次世界大戦終わってからね、一度だって日本は戦争の脅威にさらされたことってないですよね。少なくとも日本国内が戦場になったことは一度もありませんし、ミサイルが飛んでね、ミサイルが国内に飛んできたこともないですよね。まあ北朝鮮あたりのミサイルが日本海あたりに落ちたことはあるけど、日本の大陸に落ちてきたことはありません。まあ治安もいいですしね、隣人が隣人を殺し合うなんてこともそんなことだって、まあ、今後も起きないでしょうしね、起こりようもないわけですよ。でも世界レベルで見たらですね、日本みたいな平和って案外珍しいのかなと思いましたね。まあ、アフリカにしろいろんなとこでね、アフリカもそうだしヨーロッパもそうですし、もういろんなとこで今内戦とかも起こってますよね。別にまだこの イラク、ウクライナだけじゃないですよね。パレスチナ問題もありますし、まあ、ボスニアとかあっちの方もね、まあ、あれはまあ今もうどうなのかよくわかんないんですけど、まあいろいろありますよ。アフリカの方でも内戦とか内紛ってあるでしょう。
だから日本みたいにこんなずっと平和でね、長い期間一度も戦争も起きず、国民がね戦争に参加することもなく、平和な時代をねもう100年近くにわたって、100年でもないか、何年だ、まあ70年80年っていうスパンでね、平和が続いている国っていうのはもしかしたらものすごい珍しいのかなって。まあ何にしてもこのウクライナの戦争がですね早く終結してくれる、まあ、ロシアとウクライナがね仲良くなってほしいとかもうそこまでは言わないから、とにかく殺し合いはやめてほしいなと思いますね。はい、まあ、そんなとこですかね。やっぱりこういう映画を見るとこう戦争というものを、真面目に考えるねいい機会になるなと思いました。はい、あといつもね、宣伝ばっかさせてもらって申し訳ないんですけど、新作出ました、イービルデッド駄菓子屋ファーストの悪魔っていう作品なんですけど、まあスティーブン・キングのイットの日本版みたいなね、ジブナイルホラーです。あとストレンジャーシングスみたいな、感じでもあるので、もしよろしかったら皆さん書店で手に取ってもらえたら幸いです。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。